はい、皆さんこんにちは、しゅなたんです。はい、今回はですね、もうだいぶ暑いじゃないですか。結構4月の中頃ぐらいから気温が高い日が続いてて、外に出ててもすっごい暑いな、もう夏じゃんって思うことが多いんですけど、夏になってくるとメイクが崩れちゃうっていうのが結構皆さんでも嫌だなって思ってる方も多いと思います。特に今なんかこうマスクとかしてて余計に崩れやすいじゃないですか。メイクの中でもやっぱりベースメイクが気になるかなと思うんですけど、今日はですね、崩れにくいっていう話題のファンデーションがありまして、それをちょっと実際つけてみて、お出かけして帰ってきてどんな感じだったかっていう検証をしていこうと思います。私もね、今日使うの初めてなんですけど、去年からすごく崩れにくいっていう話題のファンデーションだったので、とっても楽しみでございます。ぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、じゃあ早速そのファンデーションを紹介しようと思うんですけど、今回使いますのがじゃん、こちらでございます。コフレドールさんのカバーステイウォータープルーフファンデーション UV ってやつなんですけど、別名というか通称滝汗プルーフファンデっていう風に言われてるファンデーションです。滝汗プルーフファンデってもう名前からして崩れにくいっていうのが伝わってくると思うんですが、右側から01番、02番、03番になってるんですけど、さっき言った通りこれすごい去年も話題になってたんですけど、パッケージがリニューアルしたらしくて、今年それで再登場したファンデーションでございます。色味的にはこんな感じになっております。見た目はね、めっちゃ大きな変化があるっていうわけではないかなっていう感じです。これ結構珍しいと思うんですけど、こんな感じでバームファンデになってて、ファンデーション自体は固めなんですけど、パウダーでもなくリキッドでもなく、クリームチークとかそういうのに近い感じかな。とりあえず3色全部手に出してみますね。はい、こんな感じです。肌に馴染みやすいのでちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、01番が一番明るい感じのカラーなんですけども、私はちょっとねこれだと肌の色に合わないかなと思うので、2か3どっちかかなと思うんですけど、個人的に2番がちょっとピンクっぽい感じがある気がして、3番が結構こう黄みが強めというかオレンジっぽいような色味になってるかなという気がします。私の肌にのせた感じだとそんなような色合いに見えますね。でこれが SPF33 の PA3+ でウォータープルーフ処方になってます。じゃあこれ使ってメイクしていきます。私どうしようかな、どちらかというと黄色みが強い肌なので03番を使っていきたいと思います。ちなみにこちらのファンデーションはですね、下地が不要なんですよ。だから基礎化粧品でスキンケアした後そのまま使えるっていうやつになっております。私も今ねスキンケアして日焼け止めだけちょっと塗りました。やっぱね紫外線対策もしていかないとと思って、スポンジが付属で付いてるので、それにこんな感じで塗ってあげて、これはもう肌にそのまま直接なじませていきます。中心からこんな感じでやっていこうかな。伸ばしていきます。あ、でも結構すごい、これほんと1個でも全然カバー力ありますね。バームファンデって聞くとちょっと重たいイメージがあるじゃないですか。私もちょっとあって、夏ってどうなのって思ったんですけど、バームファンデだからこそそれこそ下地もいらなかったりとか、取った時はちょっとリキッドっぽいというかちょっと水分のあるような感じがあったんですけど、肌にのせるとすぐほんとサラサラになるんですよ。パウダーとかも特に必要がないので、夏でもその使い心地の面では別に心配はいらないかなって思います。なんでこのファンデーションが崩れにくいのかっていうことなんですけど、この滝汗プルーフファンデはワックスコート処方になってて、均一に並んだパウダーを密着成分があるんですけど、密着成分2種類あって、その2種類の密着成分がこうカバーしてくれるんですよ、膜を張るように。でそのカバー膜が汗とかマスクによる蒸れだったりとか皮脂とかもこうブロックしてくれるからカバー効果が続いてくれるっていうやつになってます。密着成分も硬い密着成分と柔らかい密着成分が入ってて、それがこうバランスよく配合されてるから肌への密着が高くなるらしいです。でも本当塗ってみても最初乗せてこう広げていくと本当にずれる感じがないっていうか、しっかりとこうなじませていくことでどんどんと綺麗に仕上がっていくので、これがね、まあ、どのぐらい持続してくれるかなっていう検証をしていこうと思います。よし、じゃあもう本当ベースメイクはこれ1個で完成なのでアイメイクやっていきましょう。今日アイシャドウこれ使おうと思ってて、 3D トランスカラーアイ&フェイス BE21 番っていうやつなんですけど、こんな感じのアイシャドウです。まずこれをちょっとベースに塗っていこうと思います。ちょっともう落ちてきたかなと思うんですけど、髪の毛をねピンクにしたんですよ、春だしと思って。でもその前からちょっとピンクにハマりつつあったんですけど、髪の毛ピンクにしたら余計にもメイクとかもピンク系が合うじゃないですか。ほんと最近ずっとピンク系のメイクしてます。紫に近いようなピンクを使う時もあれば、ピンクコーラル系、ち
ょっとオレンジがかったようなピンク系を使う時もあれば、ベースは大体ピンク使ってますね。もうちょっと深み欲しいのでこれも使います。ヌーディインプレッションアイズ01番、これもコーラル系の色かな、ピンク系な色味で可愛いんですよ。これもちょっと重ねていきます。ちなみに今日はですね、天気は快晴です。快晴、ほんとお出かけ日和っていうぐらいの快晴で、今日はニコタマに行こうかなと思ってて、ランチしてカフェとかでゆったりしつつで、ニコタマの公園もあるじゃないですか、だから散歩もしたいなと思ってます。ほんと急に暑くなってきて、洋服とかもなんか何着たらいいんだみたいな急にこんな暑くなられても、いやまだなんか心の準備も洋服の準備もできてないと思って、そろそろ夏服とかもね買わないとなと思いつつ、本当でも今年春もあったけど早くないですか、春が終わっちゃうの。みんなお花見とかしました？私全然してない。お花見歩いてる時に桜見かけて、あー綺麗みたいな感じで見たけど、お花見というお花見はできなかったな。季節の早さについていけませんでした、ショック。でもやっぱ私どっちかっていうとね、冬派なんですよね。これずっと言ってるんですけど、夏はもうほんと汗がもうすごいのよ。よし、じゃあアイシャドウはこんな感じでオッケーです。じゃあちょっとパパッと他のところメイクして、最後リップだけまた紹介します。はい、ということで他のメイクもやってきたんですけど、あとリップを塗るだけでございます。スキンシンクロルージュの BR78 番でございます。ブラウン系の色味なんですけど、これがめちゃくちゃ可愛くて、ちょっとねラメが入ってるんですよ。これ可愛い色。はい、じゃあメイクこんな感じで完成でございます。今からお出かけしてきます。では行ってきます。テラス席を待ってます。狙ってるんですか、テラス席待ちたいと思います。お腹がペコペコなんですよ。めっちゃ暑いです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 。どういう表情？なんだこれは。おいしい。めっちゃおいしい。これやばいぞ。ずーっと二人で食べる。公園に向かってます。行きます。さっきのランチ結構ボリュームがあって、意外と結構お腹いっぱいになりましたよね。うん、なった。本当は カフェ に行って、デザートとか食べる予定だったんですけど、うん、なんかちょっととりあえずアルコールっていう、そうとりあえずカウント挟まないと、ちょっと消費しないと入んないぐらい結構本当にねありましたよね。いや、うん、あった。結構お散歩とかするの？じゃあカフェに向かいます。なんと行きたかったカフェが定休日でした。わー結構歩きましたもんね。本当に30分ぐらいは歩いたよね。着いたと思ったら嫌な看板が見えて定休日って書いてありました。しょうがない、探しましょう、探しましょう。じゃあもうちょっと頑張って歩きましょう。はい、頑張ります。頑張れ、しなた。いただきます。美味しいなんですよ。生き返る春っぽい。グーいただきました。
はい、ということで帰ってきました。いやー、今日はですね結構気温も高かったです。さっき調べたら27度っていう風に書いてあって、だからまあまあ暑くて、今日足が出てたんですけど足はねめっちゃベタベタしてて今、そうなんか夏特有のちょっとなんか嫌な感じがあるんですけど、まあ、ちょっと早速見ていきますか。マスク外します。本当今帰ってきたばっかなので何もやってないんですけど、じゃじゃん、こんな感じどうですか全然顔ねベタベタしてないんですよ。マスクしてるとやっぱ蒸れたりとかすると思うんですけど、なんかそういう感じも全然なく、今この状態でも顔はすごくサラサラです。崩れもどうです、近くで見てみても全然目立ってない感じしません？ちなみに今日出かけててメイク直しとかも一切してないです。本当に肌は何もやってない状態で今こんな感じ、すごい綺麗。ファンデーションが剥がれてるなっていうのも感じないかも。まあ、つけたてまではいかなくても、すごい崩れてるなとか、すごい剥がれてるなっていう感じもないので、このファンデーションすごいかも。肌にこう何度も何度も塗り重ねるのがあんまり好きじゃないんですけど、これだったら1個で済むし、全然ベタつきとかも気にならないし、割と気温も高くって湿度もまあまああったかな。でマスクもしててこんだけ綺麗なのすごいですね。ハイライト入れたりとかしてるのでちょっとこうツヤはあると思うんですけど、テカリっていう感じではないのでめっちゃ見ちゃうめちゃくちゃ見ちゃう、なんかびっくりで。今回はねファンデーションの検証だったのでちょっと余談っぽい感じになっちゃうんですけど、このリップすごいです。私もこれ今日1回しか塗り直してないんですけど、マスクにもつきづらかったし、こんだけ食べ物食べたりとかしててもこの色の持ちの良さなので、このリップも個人的にめっちゃおすすめということで、まあ、今回はこんな感じでフレドールさんの先汗プルーフファンデ、これをつけて1日過ごしてみました。結果的には本当に評判通り崩れにくいファンデーションでした。やっぱりさっきも言ったんですけど、1つだけでフェイスメイクが完成しちゃうっていうのが私はすごいいいなって思ったし、もちろんこの崩れにくさもすごくいいなって思ったし、カバー力も結構私的にはあるなっていう風に感じたので、そこもねすごく良かったです。これからねどん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 とまたさらに熱くなっていくと思うので、それに伴って顔の皮脂だったりとかマスクとかで蒸れて崩れやすくなったりとかすると思うので、ぜひ皆さんもこの滝汗プルーフファンデ試してみてください。概要欄にもリンク貼っておくので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。